つまんでってくれると助かるな。次々入れてって。あー、ブルーココリ大好き。いいよ。あー、ここがおー、すごい。こんなになってます。見える？あー、これまだ渋いの見えてる。入れてって。コッペパン、コッペパン、うひゃー。ねー、なんか食べないらしい。食べた。うわ、チョコレート美味しいよね。うん、みんな取ってみてね。よいしょ。はいよ。はい、次から次に全部移してって。いっぱい入れてください。いっぱいです。全然入れてください。いっぱい入れてください。どうですか、楽しいですか？楽しい、楽しい。お腹空いてきました。早く食べたい。どんな味かな。冷やさなきゃいけないからね。冷やすの？うん、冷やさないと固まんないよ、チョコレート。おー、これぐらいにしとこうか。じゃあちょっと、腕まくりしようか。こっちも、はい、わー、こっち来た。ビシュリピリピリ。ねえ見て、ビシュリピリピリ。よいしょ。あ、もう早く混ぜて。どんどん。うわー、いっぱいできました。いっぱいできました。もうぎゅうぎゅう詰めですかね。もうぎゅうぎゅう詰めです。ほんとだ、すごいね。コップパン、ちょっとしつくかな、これは。うん、まあいいか。これをね、ちょっと冷やしていこうかなと思います。冷蔵庫でね。冷蔵庫を手帳くわしてもらいます。うん、じゃあちょっと下まで行こっか。行きます。はい、ということでね、これ今からね入れていこうと思います。出来上がってです。冷やさないと固まらないんでね、うん、はい、ってこと思います。なし。はい、ここ冷蔵だよね。ここです。うん、はい、入れてきます。入れてきます。入れてもかな。はい、入れてきます。待ちましょう、待ちましょう。それで30分ほど待ちましょう。しょう。はい、はい、ということでちょっとねできてるかどうかね、もう30分ぐらい経ってるかな。経ってます。見てみましょう、どんな感じかな。どう、固まってる？固まってる。うん、固まってる。見せて見せて、ほら。ほら、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 固まってる。全部固まってます。くっついてる、くっついてる。じゃあ、それだな。じゃあ、アルミにしましょう。あれ、2階行きましょう。うん、はい、ということで、2階、さっきの部屋に戻って来ました。はい、来た。固まってます。固まってるね。うん、うん、くっついてるし、うん、さっきのとどんな感じで違うかっていうのをね見てみたいなと思います。ます。さっきのはこんな、製品出たらこんな感じです。食べよう。ちょっと違うのかな。うん、こ、あー、硬い。硬いな。あー、めっちゃ痛い。次これ、いきます。ね、味が違う。うん、味違う。うん、バッグー、どれか。どっちが美味しいの？やっぱり自分たちが作ったコッペパンなら美味しいです。そうなの？うん、だってチョコレートいっぱい食べるよ。パパ今どっか乗っ込んでったぞ。ない、この辺。うん、あ、はい、あれ、どこ行ったんだろう。どうですか、美味しいですか。美味しい。美味しいか。こっちの方が美味しい。こっちの方が美味しいんか。まあ製品版もね、これも美味しいんだけどね。うん、
あんまり味が同じじゃなかった。うん、これとはまたね、違う味なんで自分で作ってみるのね、美味しいかもしれない。こっちはね、サクサク系で、こっちはね、しっとり系のチョコポップです。美味しい美味しい。うん、またちょっと違う味になった。食べてみよう。溶けてる溶けてる、最高。やっぱりどっちも美味しいや。うん、そう、美味しいよ。あ、こっちがちょっと後から塩の味がする。お願いします。あ、日清だって、日清だって、日清カップヌードルとかそういうの出してるとこだよね、日清って。確かね、うん、うわっ、下つるつる。ちーちゃん、ちーちゃん、お手手がすごいことになってる。なー、やっぱらもや。ということでね、結果はね、まあまあ成功ですね。まあ味的にはこっちはしっとり、こっちはサクサク。まあよかったらね、皆さんもね、作ってみてください。ください。はい、ということで今回はこのチョコポップを自分の家で作ってみたでございました。ポップコーンもね、自分で作りました。作りました。まあ興味がある方、興味がある方はね、一度やってみてください。はい、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ、めっちゃ見てー。バイバーイ。チャンネル登録よろしくねー。よろしくねー。にゃんにゃん。バイバイ。バイバイ。